はい、皆さんおはようございます。森口でございます。今日もやっていきましょう。グロース株の謎に迫る、どうして赤字でも株価が上がるということで、今日は話をしていきたいなというふうに思うんですが、今日はテクニカル分析というよりはどちらかというと、なんでグロース株財務面で見て上がるの、こういう話をしていきたいなというふうに思っております。まあ、結構謎に思ってる方多いんじゃないかなというふうに思うんですね。なんでこの企業赤字なのにこんなに株価がバン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 上がっていくんだろうというところに迫っていきたいなというふうに思っております。で、あとテクニカルに関しましては、今後の売買戦略、日足のチャンネルラインで見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、このチャンネルではこういった最新の状況を捉えた、テクニカル分析とか、株価の財務的な話をしております。これを必ず毎朝8時までに動画を投稿しております。皆さんの朝のチャートの習慣になれるように頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速、昨日の振り返りからしていきたいと思うんですが、昨日は日本市場動いていませんので、アメリカ市場の動き確認しておきたいと思います。ニューヨークダウマイナスの 37.41、 0.12% のマイナス、こちら5時16分時点ですので、若干終値とはずれるかなというふうに思います。で、引けにかけて結構戻していたので、もしかしたらプラスで終わってるかもしれませんが、なんとも言えないところかなというふうに思いますが、意外に底堅いなというふうに思います。新規感染者数確認しておきましょう。東京都で434、全国では1693というところですから、今のところ最近ね、またね、あんまりこう減ってきたって感じでもなくなってきたのかなって感じなので、一応気を抜かないように頑張っていきましょう。ニューヨークダウのヒートマップ見ておきますと、赤が多いですかね、になってますね。で、情報技術、セールスフォース、インテル、この辺がしっかりと上げてるのかなというふうに思います。S&P 見ましょう。 0.46、 0.01% のプラス、こちらもですね、マイナス圏、プラス圏、行ったり来たりという感じであったかと思います。終わりにしっかりと確認しておいてください。ナスダックに関しましては 16.19 ポイントのプラス、 0.12% のプラス。ナスダックは先ほど見た感じでもプラスだったかなというふうに思うので、どちらかというとハイテクが強かった日なのかなというふうに思います。主力銘柄見ていただいてもですね、高安マチマチですね。テスラ一旦戻しましたね。ズームも、一旦戻したというところですが、そんなに大きく動いているところはないかなと思います。一方で結構ちゃんと動いているのはビットコインですね。ビットコインがですね、またね、大口が結構買いを始めるとかね、そういう話もありましたから、500万円台にしっかりと乗ってきてるというところですし、あともう一つ目立ったのはソックスですね。ソックスがこれ高値更新してきてるんですよね。なのでもしかしたら、日本市場でも東京エレクトロン、アドバンテスト、こういったところがしっかりとした動きが今日は見られるかもしれません。しっかり確認しておきましょう。では見ていきましょう。どうしてグロース株は赤字でも株価が上がるのか、この辺ね、謎に感じている方、あとはなんか去年ねついていけなかったなーっていう方いると思います。で、今からね、今そのめちゃくちゃ上がったレースとかを買うのはちょっと危険だとは思うんですが、これからまた同じようなグロース株っていうのは必ず出てくると思いますので、どういう風に考えていけばいいか、ぜひ参考にしていただければと思います。で、今、これマザーズの時価総額の上位10を見てますけども、10ってなんで英語で言ったんだろう。メルカリ、フリー、ラクス、JMDC、ベース、AI インサイド、弁護士のところ、マネーフォワード、J タワー、アンデスというふうに続いておりますが、有名どころちょっと拾っていくとですね、例えばベースですよね。で、昨日の質問にですね、ベースだいぶ擁護してますけど、ホルダーですかって言われたんですが、ホルダーでは私はありません。今は持っておりません。去年はね、一番取引した回数が多いのはベースなんですけども、結構短期取引専門でベースはやってます。流動性高いですからね、になってます。はい。ただし、これ見ていただいて分かる通り、経常益のところから見ていただくとずっとマイナスでね、で、ようやくこの間の決算で黒点したんですけども、来期またマイナスになるというところですよね。なんですが、これはコロナショック安値から取った、ところで見ると、2117.39% ということで、これ20倍以上に上がってるということですね。ベースはとんでもない上がり方したなというふうに思います。はい。で、これメルカリですね。メルカリもですね、やっぱずっと経常益のところ見ていただくと赤字ですよね。赤字なのにもかかわらず、コロナショックからの安値で見ると、大体、280% ですので、2.9 倍ぐらいですか、ごめんなさい、3.9 倍ぐらいですか、になってるということですね。フリー見ましょう。フリーもですね、ずっと赤字ですね。赤字なんですけども、これも 333.3% ということで 4.3 倍ということですし、マネーフォワードもずっと赤字ですけども、これも、3倍ぐらいというふうに上がってるということですよね。なので、赤字でもですね、こういったグロース株っていうのは非常に上がるんだよっていうところね、ぜひ押さえておいていただきたいかなと思います。で、例えば赤字だとしてもですね、株価は上がるんだっていうところ、まずはね、パラダイムシフトとして押さえておいていただきたいかなと思うんですが、どうして赤字でも株価が上がるのかっていうところはね、なぜか、どういう株だったら赤字でも上がるんだというところをぜひ押さえておいて今日はいただきたいんですけども、まず一つ目はですね、売上の成長率が異様に高いことが条件になっております。なぜか2だけちょっと抜けちゃってるんですが、この後ちゃんと出てくるんで安心してくださいね。売上の成長率がだいたいですね、もう本当に2倍3倍とかっていうペースでどんどん上がっていくっていうことがすごく先ほども見られたと思いますし、直近でもですね、30%40% と
いう、それぐらいのペースで成長していると株価っていうのは結構上がっていきやすいんだぞっていうところはぜひ押さえておいていただきたいかなと思います。で、2番目はですね、売上総利益率が高い。ここね、ぜひちょっと深掘りして皆さんも見てみていただきたいなと思うんですが、売上総利益率とは何か、この後ちょっと出てくるのでね、紹介していきたいんですけども、これは会社指揮法とか、あとは決算短信とか見てもですね、実は載ってない項目なんですね。ですが、こういったグロース株、特にね、IT とか、SaaS 系とか、こういう系のグロース株を見るときには、この売上総利益率っていうのは結構重要な指標になると思いますので、ぜひこの後ちょっとね、深掘りしていきたいと思います。はい。で、3番目はですね、赤字の理由は先行投資というところで、まあ、先行投資がね、かさんでいる、要は、まあ、宣伝広告費であるとか、まあ、開発とか、こういったところにしっかりと開発をしているがゆえに赤字になってるってことが重要ですね。売上総利益率が高いってことは、原価が低くて、ね、めっちゃ儲かりやすいビジネスなんですけど、その分だけ先行投資に舵を切ってるので、売上成長率が高い。この3つはですね、かなり連動してるんですよね。これがちゃんとわかりやすくなってるか、わかりやすく説明しているか、されているか、これがですね、上がる株の条件だというふうに思ってみていただきたいかなと思います。で、損益計算書はこう見るというところで、損益計算書ね、この構成はぜひ皆さん見ていただきたいんですが、めちゃくちゃ重要な話はですね、この売上から営業利益の間にあるんですね。になっています。で、あ、なるほどなと今聞いている方、ぜひね、例えば会社指揮法とか決算短信とか日経新聞とかぜひ見ていただきたいんですけども、売上の次って何が載ってますか大体。売上の次って大体もう営業利益になっちゃうんですよね。営業利益になっちゃう。でも大事なのは売上総利益率であったりとか、この販管費の中にどれぐらい宣伝広告費とか開発の費用が入ってるのっていうのを見てほしいんですよ。ってことはですよ、日経新聞見る。会社指揮法を見る、決算短信見るの1枚目だけ見る。じゃあこの間は見れないってことなんですよね。だからなかなか難しいというところだと思っています。で、そこで見たいのはですね、まあ、こういった利益率、ちょっと縦の視点とですね、加えてもう一つがですね、横の視点ですね、時系列で見ていただいて、どれぐらい成長していくの、どれぐらい変化があるのっていうのをね、見ていくのがすごく重要なポイントになっていきます。で、売上の成長率が高いことであったりとか、売上総利益率が高いことであったりとか、まあ、投資先が分かっていること、先行投資になっていること、ということがすごく重要になってくるというところですので、まあ、このイメージを持ちながらですね、損益計算書とか、あとは決算資料なんかを見ていただくのがすごくいいんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、何で見ればいいのかというところなんですが、まず売上成長率が高いところ、時系列で見ていこうというときに、まあ、一個一個決算短信も引っ張ってきて、こうやって見ていくのはすごく大変なので、まあ、便利なツールたくさん出てきてます。例えば、カプタンプレミアム、これ1980円税抜きで、月額でかかるんですけども、まあ、このようにですね、これちょっと期間、まあ、短いですよね。上場してからまだ短いのでっていうのもありますけども、上場してから長い企業でも時系列でバーっとこうやって成長率がね、見れるというところになってます。で、ベース直近ね、やっぱりちょっと株価今日下げそうなイメージがあるんですけども、それはやっぱり来期予想がですね、22.4% しか売上成長していない、プラス赤字に転じてるんですよね。なので、まあこの辺はちょっと怖いなというところではあるかなと思います。はい。で、あともう一つはですね、銘柄スカウターですね。銘柄スカウターなんかを使うとですね、非常にいいなというふうに思うんですが、これは何をしてるかというと、売上総利益率が高いかどうかを見てるわけですね。になっています。で、この銘柄スカウター、マネックス証券を口座開設してると誰でも無料で使えるものなので、ぜひ皆さんも使っていただきたいんですが、今これ何をしてるかというと、銘柄比較ができるんですね。で、その中で利益率を比較できる項目があるので、そこだけ今表示してるんですけども、例えばメルカリ、ベース、フリー、マネーフォワード、を比較しています。で、まあ、対象としてトヨタ自動車も並べてるんですけども、で、ベースはちょっと決算内容の関係で多分出てないんだと思うんですが、まあ、見ていただいてですね、だいたいこれぐらいの原価率と売上総利益率なんですね。で、まあ、原価と売上総利益ってなかなか普段使わないので、こうイメージがつきづらいと思うんですが、売上総利益率っていうのはだいたい粗利率っていう風に僕らは呼んだりしています。別名でね、なんか略称でね、ですが、まあ、要は商売するために仕入れをする、その仕入れ値を引いただけで利益ってどれぐらい出るのというところなんですが、まあこれ見るとですね、普通のビジネスに比べてめちゃくちゃ安いんですよね、原価がね。だから売上総利益率がめちゃくちゃ高いんですよ。だからビジネスモデルとしてはめちゃくちゃ儲かりやすいビジネスなんだっていうところをぜひ押さえておいてください。こういう状態で、かつこんなに利益が出ているのに販管費をかけるっていうことは、赤字になるっていうことは相当投資してるんだなってことは、よっぽど売上成長してるんだろうなっていうふうにみんなが期待してるということですよね。一応比較としてトヨタ出してますけども、トヨタの場合は原価率 81.9% で、売上総利益率は 18.1% も真逆ですよね。これだけやっぱり原価がかかって、ね、儲けとして残るのは2割弱ぐらいしか残らないということなんですよね。だから全然違うというところを押さえておいていただきたいかな。そうすると成長率も全然変わってきますよね。なので、まあ、相当成長を期待されてグロース株っていうのは買われている。グロースというのはまあもちろん成長のことですからね。
はい。で、赤字の理由は先行投資というところなんですが、この辺からですね、決算資料をしっかりと見ておくと、これは各社によって変わってくるところなんですが、私たちは何に投資をして、何にお金を使って、その結果赤字なんですよ、みたいな話が必ず載ってますから、ぜひ見てみていただきたい。それが載ってなかったら投資しない方がいいと思います。で、こちらはメルカリの、まあ、決算資料ですけども、この中でコスト構成比対売上比率というふうに、載ってますよね。になっていて、で、例えば、まあ、一番右側、2021年6月期の第2四半期時点のものを見ていただくとですね、調整後営業利益は 32% あるわけですね。まあ、そらそうですよ。売上総利益率で見たときに 80% 近くあるわけですから、まあ、普通の費用だけ抜いたらですね、32% ぐらいは営業利益として私たちは残るんだよということをまずアピールしているというところですね。じゃあ、何にお金使ってるのということで、割合が一番やっぱり広告宣伝費ですね。広告宣伝費なんかにいっぱいお金を使っているので、僕らは赤字なんですよというところをね、しっかりとこういったところで確認しておくといいと思います。はい。で、これはフリーの、計算資料ですね。フリーなんかも見ていただくとですね、まあ、ちょっとこれ英語、横文字並びすぎてね、なんだろうこれみたいな感じになるかもしれませんが、まあ、こういうものにね、販管費及び一般管理費の対売上高比率必ず出てますよ。赤字ですから。赤字だったら、なんで赤字なのかっていうのをちゃんと株主に説明しないと株価下がりますからね。なんで、まあ、そういったところをちゃんと確認しておいていただきたいんですが、例えば R&D っていうのは研究開発のことですね。は売上高に対して 25.9% かけてますぞ。で、ちょっと先に右が痛いです。G&A というのは、まあ、主に人件費のことを指しています。これが大体 14.9% 下げてますと。で、真ん中、広告宣伝費ですね。これが一番割合として大きいですよね。売上高の昔は 119.9%、要は売上高以上に広告宣伝突っ込んで頑張ってましたよというところなんですが、今はですね、ちゃんと上がってきて、売上高が上がってきて成長もしてきて、売上高の中の 54.4%。まあ、こういうふうにコストとしては下げ傾向にあるので、徐々に徐々に私たちは利益に向かってるんですよ。ですが、まだコストをしっかりとかけて売上をどん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 成長させていきますよという、そういう段階だよっていうアピールですよね。これはすごく重要かなというふうに思います。ちなみに皆さん確定申告終わってますか？確定申告僕フリーでやる予定なんですけども、フリーでもうほぼね、書類もできてるんで、やっぱ便利ですね、というところだけお伝えしておきたいと思います。はい。で、あとは、まあ、わかりやすく説明されている。これも、まあ、資料としては同じなんですけども、これはマネーフォワードですね。マネーフォワードの資料なんかもね、非常にこう、見やすいですよね。になっていて、で、同じく費用内訳出てるわけなんですけども、やっぱ広告宣伝費が非常に高いということですし、まあ、人件費なんかも高い。まあ、こういったところが、やっぱりこう、我々は、まだ成長していくから、人員もどんどん集めているし、広告宣伝もどんどんかけていくし、だからまだ赤字だけど、その代わりに売り上げはいっぱい成長していくし、この業界のシェアをちゃんと取っていくよっていうね、こういうアピールが、ちゃんと、投資家にされてるかっていうところをちゃんと見極めていくってことがすごく重要なのかなというふうに思っています。まあ、ただし困ったことがまあいろいろあります、ね、赤字企業だと評価が難しいんですね。何が難しいかっていうと、これ赤枠のところ見ていただくと分かるんですが、同じくね、銘柄スカウターでこれ比較してるんですが、まあ、PR が出ないわけですね。そりゃそうですね、赤字なんでね、PR というのは株価割る一株益、もしくは時価総額割る純利益で出すんですけども、その純利益が赤字ですから、そうすると予想 PR 出ないわけですよね。どうやって割高なのか割安なのかを判断すればいいのか、なかなか難しいとは思うんですが、その場合、まあ、投資家として結構使うことが多いのがですね、PSR、時価総額割る売上、まあ、株価売上高倍率なんかを見たりはしていますよというところなんですが、これもまたね、困ったことに基準がね、難しいんですよね。なんで、まあ、こういう場合もですね、同業他社比較をぜひやってみていただきたいかなと思います。で、パッとね、私が計算したものなんですけども、PSR、これは自分で皆さんも計算しないとなかなか出てくるものではないんですが、メルカリ 11.4 倍。で、昨日見た、ベース 26.5 倍、クソ高いというところですね。で、もっとバチクソ高いのがフリーですね、 53.3 倍というところなんですが、でマネーフォワードは 14.2 倍、まあ、大体やっぱこういった、まあ、IT クラウド関連でもですね、10倍から15倍前後が、まあ、標準なのかなというふうに思うんですが、まあ、ベースフリーなんかはやっぱすごい高いというところをね、ぜひ押さえておいてください。まあ、こういった情報を比較しながら、まあ、53.3 倍っていうのは、まあ、逆に捉えると期待されてるという証拠でもあるんですけどね、なんですが、まあ高いという意識も必ず持たれるというところをぜひ押さえておいていただければと思います。で、昨日もこれ紹介したんですけども、今日もね、この書籍に関連してお話をできればなと思ったんですが、まさに今日話していたのはこれですよね。はい。で、これファイナンス思考、昨日おすすめの書籍の、まあ、ものなんですけども、どうやって会社の企業価値を最大化しているかというところなんですが、まずはバランスを取りながら条件、いい条件で調達をする、資金調達をして、で、かつ最大限にお金を作り出す。ね、もちろん売上が成長してるってことはお金はたくさん生み出してるんですよ。
生み出してるんですが、その気づいた資産を最適に分配している、最適に分配が今はひたすらやっぱり成長期なので成長に分配しているということでしたね。で、それが合理性と意思をステークホルダーに説明する。やはりあの決算説明資料の中に我々はこういう意思を持ち、こういうふうに合理性を考えて、こういう成長のためにあれだけ投資をしているんだ。ここまで読み解けるか読み解けないかっていうのがグロース株の分かれ道ということになりますので、ぜひ皆さんもですね、今日紹介した銘柄がいいよっていう話ではないですよ。これから出てくる銘柄で必ずグロース株で赤字でも株価が爆上げしていく銘柄っていうのがおそらくあると思いますので、まあ、そういったところを見る上では参考にしていただければと思います。ではグロース株の見方のまとめをひとまずは入れておきたいと思います。グロース株赤字だろうと成長力期待で上がる株が多いというところですね。で、見るのは売上成長率が高いとか、売上総利益率が高いとか、赤字の理由は先行投資であり、それが分かりやすく説明されていること、ここは最低条件かなと思います。で、加えてまあ財務の安全性とかね、あとはまあ全体の状況ですよね。全体の状況として金利が低く抑えられてないと、こういった成長をね許容するっていうことが相場がしなくなっていきますので、まあ、長期金利なんかも注目をしておいていただきたいかなと思います。まあ、ただし PR で判断がつかない、割安性割高性が判断がつかないので、まあ、PSR なんかをしっかりと、まあ、その時々で PSR を同業他社で比較して、あ、この会社はこの業界にとって、まあ、割高割安だなみたいなことを考えていくのがすごくいいのかなというふうに思っています。で、一応チャート見ておきましょう。メルカリですね。メルカリはですね、この上昇チャンネルに収まった状態で決算一旦ガクッと下がったんですが、水曜日にはぐんと上がってきたので、まあ、これは上がる流れになるのか注目をしていただければと思います。下にマックリー出してますが、クロス発生するか、まあ、してるかしてないか、ギリギリしてないですね。なのでクレス発生するか注目をしてみてください。で、フリーに関しましては決算直前に結構高値トライがあったんですよね。ちょっと押し返されてる感あるんですが、一応決算はですね、そんなに悪くはなかったのかなというふうには思いますので、高値を超えてくるか、なんとも言えないですけどね、見ていただければと思います。で、マネーフォワードは1月に決算を出していまして、そこまでグッと上がってきたというところでもないですし、上昇チャンネルを割れてきたというところですが、逆にこの青いラインですね、ここは何度かサポートとして聞いてるところですが、まあ、ここはまたサポートしてくれるのかどうなのか、また上昇に転じるのかどうなのか、この辺に注目をしておいていただくといいと思います。では今後の売買戦略、日足のチャンネルラインで見ていきましょう。日経平均株価ですが、まずはね、先物を見るとですね、まあ、やっぱちょっと下がって始まりそうと、まあ、連日上げていますので、多少の調整は叱るべきかなというふうに思います。なので、まあ、この上段のライン、まあ、センターライン、まあ、移動平均線、この辺を維持できるか、まずは注目をしていただければと思います。トピックスも一緒ですね、センターラインがね、上にいますので、まあ、ひとまずはこのセンターラインをしっかりと維持してくれるのかどうなのか、注目をしてみてください。マザーズがどうかな、ベースなどは下がって始まりそうではあるというところですね。この辺は昨日の動画ぜひ見ていただきたいなというふうに思うんですが、まあ、ひとまずはセンターラインとか、まあ、5日移動平均線とか維持していくか注目をしていただければなというふうに思います。ニューヨークダウ行きましょう。ニューヨークダウは結局マイナスで終わっていると思いますので、25日移動平均線を維持できるか、まあ、上昇チャンネルを維持できるか、この辺注目になってくるかと思います。S&P も同様ですね、ひとまずは25日線が意識されるような、そんな水準になってきているかなと思います。トピックス行きましょう。トピックスだけはね、この上昇チャンネルの上段にいますから、センターラインを維持されるのかどうなのか、ここに注目をしていただければと思います。では今日の動画のまとめになっております。まずアメリカ株は高安まちまちでした。ですが、まあ、ビットコインとかソックスがね、かなり上昇していますよ。注目してみてください。グロース株は成長期待があれば株が上がりますよという話を今日はしていきましたね。まあ、今の指標というよりは、これからのね、株を見る上でのポイントっていう感じで捉えていただけるといいと思います。で、今日紹介した株が上がるよって話では決してありませんので、これからの先の内容のね、検討になれば、参考になればというふうに思っております。で、それを見る上では、売上の成長維持であるとか、まあ、投資の内容、まあ、PSR なんかを活用しながらですね、まあ、割高状態でも、上がっていく場合はあるよと。ただし、割高状態で成長鈍化っていうのは急落があるので、注意が必要ですよというところでね、まあ、グロースを取り扱うか扱わないか皆さんでぜひ決めていただきたいんですが、ただし、まあ、株価のね、上昇率って本当に、まあ、上がるときは本当すごいですから、やっぱりまあ、一つの候補としてね、捉えておくのはいかがでしょうかという内容でございました。で、最後指数見ましたけども、株価とセンターラインにね、ぜひ注目をしてみてくださいという内容になっております。では今日も一つお知らせを入れさせてください。個別銘柄をとことん分析するマガジンですが、今日中にリタリコの分析を上げていきたいと思います。今日はね、頑張ってちょっと集中して、この後お昼超えたら、カフェに行って、やっていきたいなというふうに思ってますので、ぜひ楽しみにしていってください。初月無料になってますので、よかったら覗いてみてください。概要欄にリンク貼っておきます。
で、おすすめ書籍はね、昨日と同様ですが、ファイナンス思考、紹介しておきますので、こちらも概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらご覧になってみてください。で、コメント返しもしておきましょう。休日の情報発信ありがとうございます。今日はゆっくり見られるので、他のも拝見しました。サブチャンネル財務書評シリーズを拝見しました。こちらもわかりやすくてとても参考になりました。休日に見るチャンネルにします。ありがとうございます。サブチャンネルでやっております。サブチャンネルもね、概要欄にリンク貼っておきます。こちらは地味にですね、まあ、地味な内容でもやっていこうと。まあ、こっちはね、ちょっとやっぱチャンネル登録者数を伸ばしたいなんか、そういうことを考えながらやってるんですが、財務諸表シリーズはですね、まあ、個人的にもうこれはストックしておいた方がいいだろうなっていう内容をですね、しっかりとやっていこう。あとはまあ個人的にもう伸ばす目的じゃなくても好きなことをやらせてもらおうというところでやってるチャンネルですので、まあ興味ある方はぜひちょっと覗いてみていただければなというふうに思っております。はい、ベースくら替えの話がありましたが、来年4月に市場制度変更になるかと思います。それでも今年一部くら替えする銘柄は例年と同じくらい出てきますね。そうなんですよね。ルール変更あるんですね。3つに絞られるっていう話が今のところは有効法になってるのかなというふうに思います。で、背景としては、東証一部になんかすごいちっちゃくて、なんかこう、だらしないって言ったら変ですけども、そういう銘柄が多すぎるっていうのがまず問題として上がっていたので、まあおそらくですね、ルールが厳しくなることによって、例年よりも、くら替えは減っていきそうな気はしています。よりね、それぐらい、今東証一部に当たる市場というのが、厳しい、よりこう優等生が集まるような、そんな市場になっていくのかなというふうに思いますので、まあなんか減りそうな気はしているというところになるかなと思います。はい。ということで、今日はこんな感じで終わっていきたいなというふうに思っております。今、6時半前ですね。6時半前なんでね、ちびちゃん起きる前に今日も終わりました。今日の中でも少しでも参考になれば、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。また、明日以降もですね、明日以降はまあ、日本市場も動いていきますから、最新の情報を取り上げた上での、まあ、テクニカル分析、あとは皆さんの役に立つ内容を紹介できればというふうに思っております。明日も聞いていただけるということは、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まあ、あとはまあ、僕もちょっと若干喉が怪しいので、皆さんも体調気をつけて、相場に取り組んでみてください。応援しております。ではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。